皆さん、始めましてまた始めましてありがとうございます。今回はね、私の大好きなクレヨンしんちゃんに関する怖い話をしていこうと思います。というわけで早速行っていく。しんちゃん前、これはある男の子の話です。あるところにお母さん、お父さん、そしてしんちゃん、3人の家族がいました。しんちゃんは一人っ子だったので、両親からとても愛されていました。ところがしんちゃんが5歳になった時に弟が生まれました。もちろん両親の目はより小さい弟に向かいました。両親は言いました。しんちゃん、これからは全部一人でやるんだよ。両親は弟ばかり可愛がって、しんちゃんは悲しくなりました。あんなに可愛がってくれたのに。いつしかしんちゃんはあいつさえいなければと思うようになりました。ある日4人でキャンプに行くようになりました。両親はキャンプでも弟ばかり可愛がっていたので、しんちゃんは悲しくなってしまい、一人で川に遊びに行きました。そしたら弟が、しんちゃん待ってと後ろからついてきました。でもしんちゃんは弟を恨んでいたので置いていきました。するといきなり弟の声が聞こえなくなって、後ろを見ると弟が川で溺れていました。しかししんちゃんは弟を恨んでいたので放置しました。すると弟は溺れ死んでしまいました。それから1週間ぐらい経ちました。すると電話はかかってきて、しんちゃんは取ってみると電話の向こうから、前前というのです。その電話は何回もかかってきました。しんちゃんは何回もかかってきてようやく分かりました。弟からだ、あの時どんどん前に行ったからだと思いました。ある日寝ぼけて信号を渡ろうとしたら、ものすごい大きな声で、しんちゃん前と声がしました。しんちゃんは驚いてそこで止まってしまいました。するとトラックが前を通過したのです。しんちゃんはゾッとしました。あの時前に歩いていたら、しんちゃんは泣き出しました。あんなにひどいことしたのに助けてくれた、ごめんね。後日しんちゃんの友達にその話をすると、友達の顔が青くなり、どうしたのって聞いたら、これ前じゃなくて死ねって言ってると、友達が言ったのです。そう、つまり弟はしんちゃん前と言ったのではなく、しんちゃん前、しんちゃん前、しんじ前、信じまえと言っていたのです。終わり。